どうもー、しょうえでーす。えー、っと、またマインクラフト続きやっていこうかなと思います。えー、っと、最近ね、ちょっと、音声が小さいんじゃないのというご指摘を、えぇ、ー、数件いただいてですね、あそこなんか、位置が違うな。あそこ。どうした一体どうしたというんだ測量ミスか <laughs> よくやるんですけどね。えー、っと、んーんと、法律ついてるよね。 OK。えー、っと、こっちにすべきなんですね。えー、っと、めんどくさいんで、もういいや。閉じちゃあ、そうだ上。上も明るくしてるから、これ消しちゃダメですね。あ、潰しちゃダメですね。ガラスはあったのだろうか。ガラスがない。ないので回収しないとダメですね。えー、っと、んと、どうしよう。こうするそう、音声がね、小さいよっていうご指摘をいただいたので、 そう、もう持てないの。<laughs> もう棒いらない。いしょ。ちょっと僕に、僕にガラス返してガラス。よし。ガラス3つしかないというね。下落ちてったね。あ3ついいのか。よかった。よし。ちゅうことでね、音声が小さいというご指摘をいただいたので、ちょっと大きくしてみました。あとで、まあ、大きくするつもりなんですけどね。 私は特にね、あれ、スマホで聞いたりして確認しましたけど、まあね、コントローラーのカチカチ音が気になりますっていう方がいらっしゃったので、少し小さくしたんですよ。うん。それがいけなかったのかなこっちは何だったかなこっちのやつ、1、2、3、4、5、6マスね。6マスで、あ、これじゃないや。6マスのところに階段。 菓子の階段もうちょっと作んないで十六個<れ>36個もいらなかったかまあ多めにね多めに持っておきますよ6マスでしたね1234566マス間を開けてここにあるってことねここに全部置くんだよねとりあえずねよしじゃあまたこっち側をねとりあえず木を完成させてうんと裏側にのどこかにねあの村人増殖器を作るつもりなんでございます 中とでですね、まあ、ここからカットカットを挟みながらお送り、あ、これ頭皮の、頭皮だね、これ多分。よし。カットカットを挟みながらね、またお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。またぼちぼち、ぼちぼち進めていくつもりでございます。えー、っと、ここもアレンジなんだよね。そういえばね。そうだね。1、2、3マスだもんね。 オッケーじゃあ、ここからカットカット挟んでやっていきたいと思います。ここが村人立ってるところになる予定なので、よし。まあ、今日もね、のんびりやっていきますよ。さてさて、ここが村人が立っている場所となる予定でございます。さてさて、それで。 まずは目安になるものからどんどん組み立てていくこれと、えー、これを入れてよいしょここにボタンだよねあれ何かおかしいなそこが村人立ってる場所じゃないなここにこれが来るのかここにこれが来るんですねボタンがおおおおすげえぞすげえぞボタンがない ボタン捨てたんだっけそ,れそれで、えー、ここがそうだよな OKOK じゃあこれでやっていきますねとりあえずこれでいいみたいなのでよいしょここに1個ずつ設置してまずここ枠組み整えちゃいましょうよし で、この下にえー、っとここを閉じてよしそういえばここ出っ張らせるって言ってたんだよねすっかり忘れてたよ俺よしじゃあ出っ張らせましょう これめっちゃ簡単に壊れちゃうんでちょっと繊細に作業しちゃダメですねよしここに置くでしょで,しょでここが穴になりますよねえー、っとこうなるのかなよしここ置かないあ、また削っちゃったよ、ももういいか それでですよ、ここに置く。で、えー、この上に1個置いて、こうですね。また面倒くさがあるとダメです。いいことないですね、多分ね。<laughs> こういうところ。すぐ置き場所間違えちゃう。はい、OK。これで OK ね。はい、ピストンまでこれで接続完了と。よし。 また最初の一個だけはね、お見せして、せっかくね、何作ってるかご説明しながらやってたので、さて、それではですよ、この次なんか木のね、あれをオートメーションにしようかなと、木を刈り取る、あとね、砂がね、あのー、たくさん取るのめんどくさいん,んで、ちょっと外人さんにいいこと聞いたんで、えー、砂をジェネレートする、えー、機械を作ってみようかなと。 思っりますその前になんかもうマインクラフトの Xbox One バージョンが出そうですの早く出てほしいんですけどねよしじゃあこんな感じでいいかな OKOK、OK OK、ちゅうことでここからまたカットでお送りいたします一つは終わったかえーっとそれで 大体終わりましたよ。大体。よし。やっとこ、さっとこ。やっぱコツコツ作業は結構大変ですね。あと最後、ここ設置して終わりですかね。よし。ここに、ピーストン設置。えっ、ー、とですよ。ここに、ピーストン。はい。それで、 つこれでケ、えー、OK、とあとは回路は完成したけどねこの内装をちょびちょびやらないとダメですねよしそういえば私すっかり忘れてた向こう側は真ん中をこれにしたんですよねよしこれに変えたことをすっかり忘れてましたねそうですよね ここ、1、2、3個、このね、石にしたってことをすっかり忘れてました。ちょうどね、えー、張り替えていきたいと思います。これは後ろからやればいいか。ちょっとね、後ろ寂しいんで、ここだけ出して、ここにも商人を置こうかなと思ってます。<laughs> 結局ね、まあ、後ろが来ないからいいんじゃないかなと思います。で、あれをどこに設置するかですね、その村人増殖機を。 うん、今ちょっと喋れてなかったね <laughs>、えー。あんまり噛まないですねって言われる噛んでる噛んでるけどごまかしてることはスルーしてることが多いんでね <laughs>。これで OK。よし。これで OK ですな。で、えー、あとここか。ここ面倒だな。ちょっとやるの。下だけ終わらせておいたんですけど。よいしょ。 屋根もね、えー、多分ハーフブロックでね、ごまかすことにしようかなと思いますけど、よいしょ、地形な、すごい。まあ、いっか、ちょっと移動するか、えー、立て直すか、どっちかになるでしょうな、もうちょっとなんか、いい建物にしたいですね、頑張った方だと思うけど、まだ改良できるんじゃないかなっていう感じが、あの、<し>家ね。すっ すっごい広大なまあここガラン島だったんだよね多少大きい建物でもいいかなとは思うんですけど非常に広大なエンプティースペースだったのでまあ大きい建物が1個できて嬉しく思いますけどねあまりにちょっと近いので気になるところでありますな33でやったんだっけこっちん ?33 だよね OKOK、OK, OK. よし こうしたんだっけよしじゃあ、とりあえず、えー、ここは終わったと。で、次、ここですね。ここどうしようかな。ここ2つでいいかな。それとも、こっち側にももう1個追加しますそうすると、どんどんでかくなるんで、建物はうーん、ここ2個だけでいいかな。ちょうどいいから。そうしますね。よいしょ。あとは、ここに、こんな感じで壁ができて、 どうしようかなここ、もうちょっとくっつけたほうがいいかなよし。それで、ここに来るのか。二つ、どうずさ、どうぞどうぞ。<laughs> <laughs> また噛んじゃったよ、もう。強育噛んな。噛んだっていいじゃないっていう感じですけどね、もう。開き直っていきますよ。よし。こんな感じでな。 よしこれでいいはずさてじゃあここからまたちょっとカットして裏側できるまで飛ばしますねじゃあ出来上がるまでカットさて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 えー、っとやっとねだいぶ作業をして後ろ終わりました 後ろね先ほどお伝えした通り2つ追加するということになってまして2つねこんな感じで追加しちゃいましたなので両サイドに5名5名ずつねで後ろに2名ということで12人体制でやっていくことになったんですがそのため後ろがえらいことに <laughs> 後ろはみ出ちゃってますけどまあここは隠さなくてもいいかなと。 うーんちょっとね隠すとまた大変ですしちょっと後ろの幅がね後ろに来ることもないから別にいいかなっていうことでやりましたけどあそこちょっと空いててもいいや後で直す。ということでですね今度は何をしあのさっきしてたかっていうとですね後ろの配線と、えー、水路のを考えてたんですけど ここにね2つ追加したんでここら辺に作らないといけないんですが今ねちょっと予定地としてここに建てたんですよであそこに今ちょっと枠で囲んである部分が、えー、村人をスポーンさせるものをあの下に作ろうかなっていう予定地になってますちょっと囲んのブロックで囲んでますけど、ね、さてここで突然なんですけどクリエイティブモードにまた来ています サバイバルでね、説明しようと思ったら全然うまく説明できないので、ちょっとサバイバルで縮図を作ってね、えー、あの簡単にね、水路の,そのスイッチの仕方を、えー、どうやってやったのだけね、紹介しておこうかなと思います。で、えー、ここにね、村人がいますで。これは部屋の中でボタンを押すことこだと思ってください、えー。ボタンを押して村人がバイバイするとこだと思ってください。で、えー、ボタンから直接 LINE が引っ張って、私がよく使うこのオンとオフを切り替える回路ですね。 えー、こういうふうに 3×3 で置いていただいて簡単になってます通常時はですね、あのーまあ、オンの信号を出しているということでボタンを押すとそれがオフに切り替わりますよとそれが何に繋がってるかっていうとこの2つのピストンですねこの2つのピストンっていうのは水をせき止めていますこっち側に行くとあの7個ですね7人の商人,あの商人というかあの村人たちがいてこっち側には、えー、5人いるという まあ建物の正面から見るとこういうふうな形ですねこっちに5人並んでて、えー、こっちに5人並んでてあの奥に2人並んでるという状態ですでえーまあ、水路はね T の字になっているのでそれの進行方向を変える必要がありますよね左側のボタンを押した時には左側に行ってもらいたいですしこっち側のね右に揃っている7人の人たちのボタンを押したら右の方に行ってほしいのでその切り替えをピストンでやっていると、えー、ご理解ください そん何にも誰も何もしてないと通常時は絶対左側に行くようになっているわけですよだ左側のボタンを押した時はここの,あの回路は何も働かないただそのまま流れていくだけってことですねただこっち側にいる7人の人たちのボタンを押した時のみですねこっち側の左のねえ左に7人いる人たちのボタンを押した時のみ回路が押しますよ 回路が切りりり替わわって、えー、進行方向が変まます。す右側になりますよね。こうすると。うん、で、えー、村人が上がってくる場所はここですね。ここからドンブラこっこって上がってきて、えー、このまま流されていきます。で村人が進行していって、えー、ここであの右に曲がることになります。でそのまままっすぐ行くと、えー、トリップワイヤーフックがまた仕掛けてあるのでそれに触れるとまた、えー、ここから伸びた。 ね、ラインがオフだったあ回路をね、えー、オンだった回路をオフに戻すと。ごめんなさい、オフだった回路をオンに戻すですね。で、そうすると、えー、また、通り過ぎ、村人が通り過ぎたら、また通常通り平常運転になるという形になってます。サバイバルであ、クリエイティブの説明は難しいですね。これが一番簡単にした形なんですけれども。 で、えー、このムラ灰色の、ね、回路から2つのラインが伸びてるとどっちも2つの、ね、ピストンにつながっていて紫色の方は、えー、右に行かせるためのねここのあれですねで右側のやつがこっち側ということになっております青いラインでつながってますね通常時はオンになってるやつですねうんでボタンを押すと切り替わって、えー、進行方向が変わるという単純なシステムとなってます ではままた動画に戻りますささささて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  <laughs> やっとね、この水路ができました。いや、時間かかりましたね。なんともなんとも。で、えー、っと、結局ね、ちょっと動かしました。まだ村人動かしてないんですけど、よいしょ。ここからね、まっすぐ下に。 あのスポーナーがあってだいぶ距離離したんで音うるさくならないように配慮をしたつもりですトリプルワイヤーフックは下の方に繋がっていて回路をリセットするという形ですねここの回路も結構ごちゃごちゃしてるんですけどもういいかなっていう <laughs> ここねもっとコンパクトにできるんでしょうけどねもう取ってつけたような形でやりましたもう見えないからよし中ごとでですね 何をお見せするかというとまず村人を動かさないといけないっていうのとスポーナーの感じをお見せしようかなと思いますスポーナーっていうかねブリーダー今ここ線路で繋いでるのは村人を輸送するためだけなんで後でで復興しますけどえー、っとボタンがねありますよね向こう側の部屋の中にあそこのボタンがこっち側に繋がっていますここに来てますねあまだ繋げてなかったんだっけ よしそうですね、えー、下から全てのね、えー、ボタンからくるんですけどそれをつなげていきましょうかこれどんだけ長くなるんだ動画30分超えたら本当すいませんよしパート1と2に上げてもいいんですけどそうすると大変なんですよねここを直して、えー、1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11、12、13。おちょうどいいですね。OK。で、下の回路につながります。ボタンを押したら、こっち側に来てえ、このオンとオフを切り替えて、えー、今、水をせき止めてるね、えー、ピストンに、ここにあるんですね、ピストンは。今、水をせき止めてる形なんですけど、それがオフになるんで、水が入ります。で、えー、っと、ヒブひぷひいってるの、私、1匹送ったんだっけ あ、上の声か。まだ送ってなかったはずですけど、そうですね。で、えー、上に来たら、ここにトリップワイヤーフックがあるんで、また下の回路をリセットするという、前回お見せした通りの内容になっております。よし。ちょっとこの辺、あとで整理しますけれどもよし、とりあえず村人を送り出したいというところでございます。これか。まず、えー、これを投入。 ダメか。ほら。オッケー乗った。いってらっしゃいましー。<laughs> えーっと、あの人あそっか。私、そういえば、やったかどうかチェックしないと。ちょっとここカットします。鉄も持ってきますね。そうそう。 えっとね、ここにトラップドアを設置して、ここに着地するようにして、ここでねえ、一応これを回収できるようにしたんですけど、よし。ちゅうことで、鉄ちょっと取ってきますね。さあ、また雨が降ってきちゃいましたけど、えー、っと、やっていきたいと思います。とりあえず、鉄持ってきました。よいしょ。それ。お、いいね。いってらっしゃい。あれいってらっしゃい、いってらっしゃい。はい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 、はい。はいお、お次。はい。はい、次の方。 あらあらら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 らいっちゃったちょっと,ちょっと,ち,ょっとちょっと誰も乗ってないのに行くんじゃないよしすいませんどんくさくてよいしょお乗った乗ったはいはいはいよいしょはい乗った乗ったはいいってらっしゃいはいあれまたもういやあねもうよいしょよいしょ 乗ったオッケーで、これ壊さないと先進めないですね。よし。オッケーオッケーい、うん、ってらっしゃいましー。多分ね、十何人集めたんで、これで最初は足りるはず。あら、なんでお前戻ってくんだよ。はいはいはい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。でとりあえず、あのー、鉄、あんまりね、マインカード作りすぎても、ちょちょちょ。ちょあ なるほど。上に重なってるから、これ、来れないっていうは <laughs> 詰まってる。<laughs> 詰まってる方がいらっしゃいますね。ちょっと、ちょっとすいません。ここに置きますね。ダメージを食らってる。大丈夫か、まあ、死ぬんじゃないぞ、まだ。えー、っと、これどうなってるんだ、これ。 とりあえずこれでよいしょはい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 1人ずつ行ってもらいましょうよしおいで次の方次の方いらっしゃらないあともう1人あれそこで詰まってんの今度はもうちょっとやめてください動画の尺が長くなるからもうそういうダダこねるのは何この人よいしょあ間違えた <laughs> こース前に行かせちゃった ちょっともう、そういうさあ、もう、繁殖するのは結構でございますけれども。よいしょ。オッケーオッケーね。よし。もういいや、あの、あのワインカートはもう、そのうち消えるでしょ。よいしょ。<laughs> ちょっと上に行き来がめんどくさいので、ここに階段を即席で作ります。よし。はい、お次はもう行ったのね、下に。オオッッケケーーオッケーオッケー,オッケー,オッケー でえー、はい、いってらっしゃい次はあなたねはいはいはい、いってらっしゃいいいってらっしゃい OK ーー、これで終わりかまだいっぱいいる <laughs> はい、いってらっしゃい はい、君で最後、最後落ちてください、ちょっと、はい、はい、この人で最後ですね、はい、OK ーーじゃあちょっとここら辺クリーンナップしますね、えー、っと、いらないところを全部引っ張らかしていいと思うんで、こういうところ、よし、じゃあちょっと、えー、さて,、ねさてえー、外のね、クリーンナップ。 きれいになったんで、向こう側も。よし。じゃあ実際ね、えー、こっち側の回路はね、ここの5個は繋いであるんで、えー、どんな風に動くのか、えー、見てみたいと思います。とりあえず、ここの一番近いとこからやってみようか。上開きましたね。OK。で、えー、っと、こっちがちゃんとうまく繋がってるかどうかを確認しないとダメですね。よいしょ。お一 !1 人しか行ってない。よくやった。 これよくやった。よし。で、あと急いで上に戻ってですよ。これ、サバイバルだと大変ですね、確認するのも。<laughs> えーっと、今、上に登っていってますね。よしよし。やっぱ時間かかりますな。よし。で、あと落ちてくるのを待つばかりと。最後はな。その曲がり方とかでね、やっぱり詰まっちゃうんですよね、どうしても村人。お来ましたね。 お客様第1号は金の延べ棒9個でエメラルドか君はボツ <laughs> さてさてえっと大体終わりましたねえー、っと今ちらっと見ましたけど村人がもう収納されておりますちょっとね村人をブリーディングねその繁殖させるために時間をとってましたけど また復活したんじゃないかな。後ろもこんな感じになっ後ろとか横はね、こんな感じになってます。後ろはどうしようか考えてます、ちょっと <laughs>。これ <laughs>、これ隠すとね、大変なことになるんで、このままでいいかなって、もう、諦めました、少し。で、えー、っと、1時間、2時間半ぐらい放置したのか増えてますね。お増えてます、増えていい,いいね、いいね。まだ繁殖してる。オッケーオッケー ちゅうことでですね、えー、っと、何をか、何も変えてないんですけれども、とりあえずその繁殖に時間がかかる、だということでございます。ちゅうことでね、えー、とりあえずお見せしたいものとしてはですね、時間がね、やっぱりかかるので、あの、一番端っこの方だとね、 例えば、こことか、もう、ずー向こうの果てからずーっと流れてくるんで、ね、やっぱ時間がかかるんですよね。それがちょっと痛いところでございますけれども、まあ、ボタンを押してね、えー、気軽に買えられるという点はいいかもしれませんね。うん。覚えておけるという。左側にね、えー、使用アイテム、渡すアイテムで、右側にもらうアイテムを入れようかなと考えております。例えば、この子。エメラルド2個で靴、靴革のブーツしかもらえないのもう、ボツよ、君。 バイバイ。<laughs> で、えー、っと、後ろにね、観察用の窓を設けてるんで、窓っていうかね、ドアを。えー、上がってくるかな、無事。さっきね、全部収納したら2匹になっちゃったんで、2匹じゃない ?4 匹ぐらいになっちゃったんだよね。ちゅうことで、えー、上がってきてるのか、これは。 あ、来ましたね。<laughs> こういう風に上がっていくわけですよ。で、えー、上に上がると、今はね、右側に進むようになってるので、今、こっちが閉じられてますね。で、えー、ここでトリップワイヤーフックに触れて、また回路をリセットと。で、またゆっくり流れていって、どんぶらこっこどんぶらこっこと流れていって、ここに落ちるということになります。はい。 非常にまあシンプルな積み重ねですけど非常に大きいものになってしまったんでえ建築にすごい時間がかかったんですけども一人でやったんで <laughs> まあ楽しかったですねなかなか今までやったことなかったチャレンジだったのでなかなかいろいろ水路の問題とかねえ繁殖器の設置とかいろいろ難しいところはいくつかありましたけれどもなんとか克服できたので今回は非常に満足しておりますで君はまた ハウじゃないよ、あんたもう。バイバイ。ということでね、こうやって入れ替えて遊ぶという感じになっております。あのまともな農民がね、ほとんどのみじゃない、その十人がいないので、エメラルド1個でこれか。これはまだマシっちゃマシだけど、多分ね、白い服着てる人たちが一番いいと思うんですよ。白い服着てる人一人もいないですね。この人はね、エメラルド8個でカマー。 8個でこれもうみんな特価ですねこれあ鉄の剣とエメラルドを落とすと鋭さ2のあれくれるんだうんそういうのもあるんですね鶏肉16個鶏肉16個かちょっと多いな石炭あこの人はいいね石炭22個でエメラルドくれるんでしょ石炭って腐ることありますからね じゃあ、じゃあ石炭取っていきましょうか。あそこに落ちた白い人来ないね、全然。白い人生まれないんですよね、なんとか知らないけど。よいしょ。エメラルド1個でパン4つも、バイバイ。<笑><笑>ちょっとね、石炭取っていきますね。さあ、戻ってまいりました。まず石炭をこっち側に置いて、この人キープしようか。石炭を置いて、石炭22個。 お出てきた。あもうダメなのこの人、もう、もう没、ボツなんか緑のあれが出てるけど、これは何なのこれ。あれ鉄の延べ棒。あちょっと待たないといけないんですね。OK、OK。じゃあ、ここにエメラルドを置いて。はい。これで人確保ですね。これなんだこれ。なんでここに設置したんだのここに。 ちょっとすまん。どいてくれないか。<laughs> 君、君はんだっけこの人もなんかちょっと使えそうな、エメラルド4つか、じゃあバイバイだね。よいしょ。はい。白い人はね、結構、あのー、なんだっけえー、っとー、砂糖キビ渡すとエメラルドくれたりするケースがあるので、好きなんですけども、農民いらないもん。これ、カジ黒い服はカジやだっけ 司祭ね黒がでこの山賊みたいのが何あ山賊みたいのがあれなダイヤモンド4つで踏むエメラルド1個でパン師匠あっ髪きたこれいいよねこれ師匠師匠だ師匠そうそうそう白い服着てる人じゃなくて紫ですねこの世界では 紙がどっかにあったような気がするんだけどさてえー、っと紙持ってきたんで大規模シュガーンファームを作ってみようか今度司祭を集めていくっていうのもいいかもしれないですね OK でこれでえー、っとこうすればいいのか2525 25って多いなでもちょ,っとちょっとキープはするけど後で買えるかもしれない16とかありますもんね何この なめ,めてる農民またパンか農民はダメだね役立たずだねほとんど <laughs> えっとまた農民だってふうじゃないよあなたということでですねえー、っとまあ今回はもう面白いものを作れたんで非常に満足しております 次はね、ちょっとこのエメラルドの回収のために大規模シュガーケーンファームを作るのと、アイアンゴーレムのね、えー、から鉄を回収する施設を作ってみようと思ってるのと、あともう一つはね、砂がね、ほんと取るのがめんどくさいので、なんか外人さんから教えてもらったんですけど、砂をデュプリケートね、あのー、なんていうのかな、無限に作れちゃう。 とあるシステムを作ると砂をポコポコ回収できるそのレッドストーンのマシーンが作れるみたいなのでそれをちょっと聞いてきて、えー、作ってみようかなというのを3点を目標にやっていきたいと思いますまた不定期に戻っちゃいますけれどもえー、まあ気長に待っててくださいということでまた次の動画でお会いしましょう失礼します